ちゃらな情報、わっちゃらな情報。はいや、はいや。だからダメなんだって。僕が黄色はダメなんだって。この顔で黄色はダメよ。今日も敵の戦闘員にバカにされた。僕見て、あどーって言うてきたね。それはブルース・リーさん。僕は、自分ではあまり言わないよ。僕が似てるって言われてるのは、ジャッキー・チェンさん。一緒じゃないよ。ブルース・リーさんとジャッキー・チェンさんは別人ね。それに、僕の時代、黄色い戦闘服を着るのは、カレーが好きで、ちょっとぽちゃりした人が着る色ね。うん。好きよ。カレー。君たちみたいに売り出し中の若手じゃないから、そんなには痩せてないよ。痩せるよ。痩せればいいんでしょ。カレーも食べない。いい、それでいい。オッケー？あ？そうじゃなくて、この顔で黄色い戦闘服はダメだって言ってるの。みんなにとてはブルース・リーさんもジャッキー・チェンさんも一緒かもしれない。でも僕のテンションはどうなる？あ？あ、こいつジャッキー・チェンのような顔をしてブルース・リーみたいに黄色い服着て戦ってるって敵にいつも思われてるんじゃないかって思いながら戦うの結構辛いよ。あ、分かってくれればいい。それで十分。オッケー。あ、もうまだもうまだ。オッケー。あと、ずっと気になってたんだけど、僕の戦闘服って、女性ものじゃない？